一条さねたか一条さねたか3月15日昭和34年12月3日は明治大正昭和時代の日本海軍軍人政治家貴族院公爵議員大井の三角島への長男署名は主芸高一条見輝きの養子夫人は実輝きの次女の京子公爵4歳の時に父が 大井の三角家を拝着されたために苦しい生活を送り、寂高も普通の小学校で学んでいた。また、父と共に山岡鉄舟の下で剣術を学んでいる。明治40年に一条家への養子に入ることになり、十五位が授けられた。海軍兵学校28期、海軍大学校講師8期を卒業。フランス駐在部官を務め、最終階級は海軍大佐。 体操司祭官庁など歴任。強い国家主義者的な考えを持っていた。日本温泉協会、日本全公会初代会長。1946年5月8日、貴族院議員を辞職した。同年9月、公職追放となった。小和一条十分、三井雅子、一条村小二。一条村明は、平松時康の孫で真ねたの幼女。 中宮の字の門跡となり、佐藤、稼働教室の若草塾を開いたが、35歳の時、15歳年下の弟子と駆け落ちし、現属して平松陽子に戻り結婚した。ありがとうございます。